さあクライマックスの瞬間を迎えるのか、福岡 F ジャパンドーム2アウトではありますが満塁、そして松中、一塁ランナーオーティズに代わって村松がダイスを起用されております。一塁ランナーは村松が起用されています。ツーアウト満塁でこの人にかかってきました松中、ねえ今日ヒットないですからね、本人も一番いい場面までなんじゃないですか。ツーアウト満塁だからね、やっぱり福森もね、腕が振れてる前に低めに投げよう低めに投げようっていうね、そういう気持ちが強いですから、初球はファウルボール、はい、高めを待った方がいいですよね。まあ、もうヒットでいいわけですからね、一塁ランナー村松が起用されております。ホークスは今シーズン6回すでにサヨナラ勝ちを決めております。さあ7回目のサヨナラ勝ちがあるのか、集中力高めていくのは松中信彦、松中の当たりは落ちる、サヨナラになる、松中が決めた、松中が決めた、信彦が決めました、サヨナラ、ホークス福森に打たれました。いやー0対0シビアなゲーム、終止符を打ったのは松中のバットでした。いやーものすごい破壊力を見せていますホークスナイン。いやー藤本さん、最後は4番が決めてくれました。まあね、今日全くいいところで打てなかった、ね、結局一番最後にね、一番いいところが回ってきましたよね、今打ったのも高めですよ、ちょっと詰まりながら、あれでいいんですよね。なるほど。じゃこれでね、松田が乗ってきますよ、明日からまた。反対に、ね、楽天はこういう負けた人はもう明日からちょっとしんどいですよね。このバッティングです。やっぱりね、福森の球もやっぱりその昔よりは球威がない分、ね、僕高めを狙ったらいいって言いましたけど、はいはいしたね、あれが3、4年前だったらあの、ね、そのストレートに負けてるでしょうけど、詰まりながらでもやっぱり外野まで持っていきますからね、いやまたこの松中がどういうヒーローインタビュー受け答えしてくれるかというのも非常に楽しみではありますが、いやこれ今日あの、まあね、田中を打ち破ったわけではないんですが、ただ結果的に勝利にこぎつけたというのは大きいですよね。大きいですね。これ引き分けと勝ちには全然違いますからね、やっぱりその3連戦の頭を引き分けでこれ5分と5分ですから、はい、それをこの長い試合の中ね、4時間